イベタ・ベネソバは、チェコモスト出身の女子プロテニス選手。2011年のウィンブルドン混合ダブルスで、ユルゲン・メリツァーとペアを組んで優勝した。WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス14勝を挙げた。身長170センチメートル、体重56キログラム、左利き。バックハンドストロークは、両手打ち。 自己最高ランキングは、シングルス25位、ダブルス17位。ベネソバーは7歳からテニスを始め、1998年にプロに転校。2002年全仏オープンで予選を勝ち上がり4、大大会に初出場した。2004年3月のアカプルコ大会の決勝で、フラビア・ペンネッタを76、64で破り、ツアー初優勝を果たす。8月のアテネゴリンにも出場し、 一回戦で、森上秋子に1から6、4から6で敗れている。ベネソバは2006年前後をオープン2回戦で、第5シードのマリーピエルスを6から3、7から5で破り始めて4大大,大会で3回戦に、進出し、3回戦では、現役復帰したばかりのマルチナ・ヒンギスに4から6、1から6で敗れた。2度目のオリンピック出場となった2008年北京、五輪では、 シングルスは2回戦で、ビーナス・ウィリアムズに1から6、4から6、ニコル・バイディソバと組んだダブルスは1回戦で優勝した、ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹に6から4、5から7、1から6で敗れている。2009年全仏オープンにて2010年5月のフェズ大会で、シモナ・ハレプを6、4、6、2で破り6年ぶりのシングルス優勝となるツアー2勝目を挙げた。 9月のトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントではバルボラザフラボバストリコバと組んだダブルスで決勝に進出しシャハーピアー高卒組を64、46、18で破り優勝したトーレでは2005年大会と2009年大会のシングルスでベスト8に進出しており好成績が多い2011年全豪オープン3回戦で 第16シードのアナスタシア・パブリュチェンコはを6から3、1から6、7から5で破り4大大会発の4回戦に進出した。4回戦では第3シードのベラ・ズボナレワに4から6、1から6で破れた。ウィンブルドンではユルゲン・メリツァーと組んだ混合ダブルスで決勝に進出し、マヘシュブパシアンエレーナ・ベスニナグに6、3、6、2で勝利して初優勝を果たした。 この大会では、女子シングスで、ペトラ・クビトバ、女子ダブルスでは、クベ・タペシュケが、カタリナ・スレボトニクと組んで、初優勝し、チェコ選手が三冠を達成した。2012年全豪オープンでも2年連続の4回戦に、進出した。4回戦では優勝した第3シードのビクトリア、アザレンカに1から6、3から6で破れベスト8進出を逃した。 2012年全米オープンを最後に肩の故障のため公式試合から遠ざかっていたが2014年2月のアビエルとメキシコテルセルで復帰したペトラ・チェトコフスカとのダブルスで準優勝したしかしシングルスでは勝利を挙げることができず2014年全仏オープンが最後の出場となった2014年8月に現役引退を発表した ベネソバは2012年9月14日に2011年ウィンブルドン選手権、混合ダブルス優勝パートナーのユルゲン・メルツァーと結婚し、イベタ・メルツァーと名乗るようになった。しかし2015年に正式に離婚を発表。旧姓のベネソバに現在は戻している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。